足挟まってる。いいよ。はい。
女の子やんか。こんなとこで寝て。出たら、あんたが動くと、お母さんと赤ちゃんがわさわさするから。聞いてるかな？眠たい。でっかい声やな。まあ、早っ。めちゃめちゃやな。
週あかんか、あきませんか。帰る前に、はい、ちょっと行ったら帰るわ。ムチムチしてるね、すごい。じゃね。それではそれよりタロたちから皆様へご挨拶をしていきたいと思います。皆さん、まーちゃんこの後もお食事のとっていただいては少しだけ続けていきたいと思いますので、皆さんその場でしばらくご観覧ください。また、メアトロタイムご覧いただきましたお客様に、続いての伊勢シーパラダイスイベントメニューのご案内です。続いて、10時20分からは、会場広場の奥、ごまちゃんプールにおきまして、ごまちゃんタイムのお時間です。ごまちゃんに触りながらお写真が撮れるお時間となっておりますので、皆様よろしければ、ごまちゃんプールの方までお越しください。本日はご来館いただきまして、誠にありがとうございます。この後も伊勢シーパラダイスでごゆっくりお過ごしください。たくさん拾ってくれています。こてつくんとひなちゃん、ここから可愛い姿も見せていきたいと思いますので、皆さんよかったらこてつくんとひなちゃんのお顔にご注目ください。こんなに大きなオスのトドが皆さんの近くに来ることなかなかありません。たくさんお写真も撮っていてくださいね。さあ、こてつくんとっても大きな体していますが、かっこよく倒立も決めてくれました。さあ、めちゃくちゃかっこよくいろんなポーズ決めてくれます。お写真たくさん撮っていてください。部長も温かく見守っていただけたら嬉しいです。さあ、皆さんどうでしたか。ここまででこてつくんとひなちゃんのお写真なんかもたくさん撮れているんではないでしょうか。さあ、今日は赤ちゃんも出てきてくれて、とっても可愛い姿を見せてくれましたが、そろそろこの目を
だろう。以上で目当たり説明終了となります。ここまでのお相手とお付き合い本当にありがとうございました。もう戻れない。この後もとてつくんひよっちゃんお魚残っている間お食事続けますので、皆さんよかったらお近くでご覧ください。それでは目当たりタイムをご覧いただきましたお客様に続いての決めてくれました。
食べる。ジェイジェイジェイ、食べた。食べたね。はい、タッチはおい、怖いよっしゃあ、怖いあ、怖近づいてくるからはいいちいちちょっと離れた方がいいはいじゃないとこうやってやってしまうからはいセブンタッチもこんな感じで、下顎っていうよりも、はい、糞先そのまま口先、はい、ってする感じで、はい。
で行けばいいんだら足引かれて、はい、右足を後ろに下げれる場所に行って、はい、上げた手をその引かなくていいからね、そのまま黒板を触る感じで触で、もう触れるからそうやって、はい、あの要は魚を食べてる時やから、はい、オッケー、はい、顎の下触ったって目の周りは触らんといた、はい、左手上がる、上がれへんかな、上げるときに軽くなって、で、こうしとく、横からというより真後ろからというより左足を上げる、はい、ちょっと右側に動いて反対の手とか、そう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 、でそっちの手を、そっちの手が、徹子の左手が上がるように、そうそうそう、自分の立ち位置とかも、そうそう、で一歩踏み出すタイミングがちょっと遅いんで、はい、今のうちに移動します、はい、反対の手が出るから、はい、これはどうぞ、次を餌浴びても、はい、トレーナーが悪いからさ、別に結構が悪いわけじゃない、そうそうそう、そうそう、でもう動いて、向こう側に動いといて、でそっちの手を出す、そうそうそう、 OK、 今サインで手、サインで手を出してるわけじゃないからさ、トレーナーの位置によって手を出してるだけやから、それをサインと紐付けたいんで、あんたが右側に降りすぎ、そう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 、サインを出す場所を変えて、ゆっくりでいいから、
違う動きが出る前に OK 出してや、はい、何もしなくてそれでも OK でいい、はい、OK でもいいわ、汗しないように、はい OK、上、あ、遅い、笛が速い、はい、はい、笛、オッケー、そのまましゃがめる。アクセルじゃないよ。手が低すぎる。あなたの体勢はいいね。手が低すぎる。フンタッチの手が低すぎる。で、それをどんどん低くする。本来で野生下ではそのようなお魚の他にもイカやの
ハトたちキュッキュッとしているようにも見えます。決めました。私たちもね、たくさん撮っていてもらって大丈夫でしたので、たくさん撮っていてくださいね。そう、いい位置。さあ、そしてですね、左側の方からはですね、子供たちのトドをやってきてくれました。はい、子供のトドですが、1歳になる右回りしてみよう。そうそう、右回りいいね。いいね、えらい。体に比べるとまだまだ小さな体をしていますが、バイバーイ。頑張れ。YouTube などでアップしていますので、ぜひ皆さんですね、今日はですね、シーパラダイス SNS とかもチェックしてみてくださいね。はい、帰ってきたから、帰ってきたので、ね、SNS からも応援していただけたら嬉しいです。どうぞ最後につくかやっかんでの時間スタートしています。ぜひお写真たくさん撮っていてくださいね。シーパラダイス SNS へのご投稿も大歓迎となっております。いいお写真撮れたなと思ったらアップもお待ちしておりますので、可愛く撮っていってください。さあ、また今日撮れましたら、シーパラダイス SNS への投稿も大歓迎となっております。ぜひハッシュタグ、シーパラダイスとつけて可愛い写真もご投稿お願いしますね。さあ、また今日はトドたちが食べているお魚についても順番に紹介していきたいと思います。トドたち現在3種類のお魚を食べています。さあ、皆さんの身近にもありますサバやアジの他にもコハダといったお魚を食べています。コハダはよくお寿司屋さんとかで卸されている状態で見ることがあるかもしれません。さあ、今日は、ね、3種類のお魚を食べていますので、ぜひそんなところを覚えて書いてあげてください。さあ、どれくらい食べているのかと言いますと、1日約20キロほどコテツくん食べている。コテツくんとマジ食べれるようになったら玉数増やせれるんで、子供たちの成長も温かく見守っていただけると嬉しいです。それではコテツくんとヒナちゃん、皆さんの目の前にたくさん可愛いお顔を披露してくれていますが、そろそろこのメオトのタイム、もうそっからプールのサイン出していいよ。しまいました。さあ、皆さんも本当に寒い中ではあったんですが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ、それでは皆さん、少し間で終わったんですが、メオトのタイム、そろそろ終了とさせていただきます。皆様、最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。それでは皆さん、また元気いっぱいのコテツくん一家に、ぜひ会いに行ってあげてくださいね。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。よー。よいね。じっとできるじゃん、すごい落ち着いてるやん。皆様、最後までじっとに変えてよ。本当にありがとうございました。好きに変えてもらっていいからね。はい、行きます。また、あと10分からはおばちゃんプールに行きまして、おばちゃんタイムの時間です。最後のタイムは約1分あります。そんな体を、よいしょ。大きなオスのトドになりますと、首元に、ね、長く腕先が生えてきます。